信長めの首を挙げ、徳川北条上杉が足元にひれ伏す日も決して遠くはございませぬ。のう真田殿。親方様には我らがおります。そうだな、富士や浅間の山が火でも吹かぬ限り武田の家は安泰にございます。2月14日、48年ぶりに浅間山が噴火した。そりゃ火山ですから、たまには火も吹きましょう。